ルイーゼ・マリー・ヘレーネー・メクレンブルクは、ドイツ・メクレンブルク・シュベリーン対抗家の皇女。メクレンブルク・シュベリーン対抗パウル・フリードリヒと、その妻のプロイセン王女アレクサンドリーネの間の第二、死、長女として生まれた。先例名は、母方の祖母である、プロイセン王妃ルイーゼにちなむ。1849年10月20日に、オーストリア帝国の陸軍元帥。 アルフレート2ヴィンディシュグレーツ公爵の弟、ベイリアント2ヴィンディシュグレーツ公爵の長男風光と結婚した。1859年3月、ベネツィア滞在中に発病して休止した。葬儀は、今家の持ち場の一つ、リティア郊外のバーゲンスベルク城で行われた。今家は、カトリック信徒だったため、ルブリアーナから福音派教会の主任牧師ルートビヒテオドールエルセが呼ばれ、 死式を取り仕切った。夫は1867年10月9日に、マキルデラジビウ公女と再婚した。そして同月27日の父の死と同時に、弟系ビンィシブレーツ公爵家の家督を継いだ。夫との間に4人の子女を設けた。なお、夫と5歳の間の3人の子はいずれも創生した。ありがとうございます。